普通門は朝鮮民主主義人民、共和国指定国法第2号で、平壌市中区域普通門道に位置する。普通門は、高栗時代に初めて建てられた後、李氏朝鮮時代になって建て直された城門で、6世紀中頃、高栗が平壌城を築いた時、その中城として初めて建てられ、高麗時代にも最強の祭門として維持された。 普通門は普通校のほとりにあるという意味で付けられたが、高来氏には、広のり門と表記され、その他朝日を再び見るという意味で、また洋館という別称もあった。現在の城門は1473年に建て直されたもので、平安城西北方向に通じる関門として、国防上交通上重要な位置にあったため、高栗時代から朝鮮時代に至るまで非常に重要視された。 建築様式は早朝ながらもバランスが取れていて、高麗時代の建築様式が見られる。加工がも加工した築台とその上に建てられた2階建ての門楼からなっており、築台の中央には工芸門通りが設けられている。門の道の前方には前後の鉄片を列をなしてかぶせた丈夫な板門が付けられている。 高く築き上げた溶壁と広さ4.24メートル、高さ4.55メートルの工芸門通りは朝鮮時代の高い石積みの技術が見られる。門道は正面三軒、側面三軒である。普通門は他の城門に比べて全体の高さが少し低く、また1階の面積に比べて2階の面積が相対的に狭くなっている。 側面から一階の両側の外側の柱の根元と板の間を結ぶ三角形、そして正面から溶壁の両端と門楼の大胸の中心を結ぶ三角形は、ほぼ正三角形に近くなっている。したがって、早朝で安定した印象を与える。昔は普通校の前に、私場があり、普通校で客を見送る光景が、普通送客として、平壌八景の一つとして知られていた。 普通門は昔から新門とも呼ばれたが、文禄の役の平壌城奪還作戦の時、火の手が門に飛んできたが、結局燃えなかったので人々はその時から鬼門と呼ぶようになった。また朝鮮戦争の時、平壌は爆撃を受けて戦争が終わった当時、市内に完全な建物が2軒だけで一つは銀行で、もう一つはこの普通門であった。この記述には、 ダウムから GFDL または CCSA で公開される百科事典、グローバル世界大百科事典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。